using non-fire talents combined to create high standards of high artistry and technical performance. パリの世界、ルーフオブパリ。五十嵐さん、大人の雰囲気ですね。そうですね、なんか試合のですね、プログラムの方がなんかエキシビションっぽい感じはしたんですけれども、でもやはりこうやって改めてプログラム見せてくれるとあれですね、やはり基礎っていうのがすごくしっかりしてるんだな、この二人はっていう感じがしましたね。